大連ソフトウェアパーク建物群の模型図大連ソフトウェアパークは英語略字から DLSP とも呼ばれ中華人民共和国領年賞大連市の西郊外の学園地区に1998年6月に創設された IT 関係を中心にした工業地域である広い意味での大連ハイテクゾーンの一部でもある日本欧米 中国の IT 関係の会社が多く集積する場所だが特に日本から受注した ITO 業務や BPO 業務が多いのが特徴である。大連ソフトウェアパークは中国に11カ所ある国家ソフトウェア産業基地の一つでまたソフトウェア輸出基地の一つでもあるが大連市はその中でも唯一のソフトウェア産業も半年である。現在 大連ソフトウェアパークに進出している企業数は約400社であるが、そのうちフォーチュン市のグローバルトップ500企業が32社を占めている。世界の先進国の IT 関係の仕事は膨大になっており、最近各社は常に要因不足とコスト高に悩まされていて、社外へアウトソーシングする例が多くなっている。世界の数勢は、 国内の地方アウトソーシングから発展途上国などへの海外アウトソーシングへ向かう傾向になっており、こうした IT 委託業務はアプリケーションソフト開発、組み込みソフトの開発、研究開発などの IT をデータ入力、コールセンター、人事、総務会計業務などの BPO がある。インドでは大学以上は英語で勉強するような英語に強い事情。 1970、1980年代の早くから IT 教育に力を入れてバンガロールに代表される地域に欧米からの IT 関連アウトソーシングが殺到している。大連市でのソフトウェア開発は比較的早期に始まり中国で改革、開放が始まった1980年代の末に成功外に大連ハイテクゾーンを設立している。 1990年代前半には、海外からのソフトウェア開発依頼も始まり、THC、非ソフトなどの大連地元の企業も、この大連更新技術エンクに設立されて、日本の先進的な IT 企業が主に、アプリケーションソフト開発の委託を行ってきた。大連ハイテクゾーンは、1980年代末に、北郊外の製造企業を中心として集める。 大連開発区の創立と交往して、西港街の旅順南路沿いの大連理工大学や、東北在京大学がある学園研究地区に設立されて、更新技術園区管理委員会が管理している。ビルはほぼ市営の各会社が建てており、奥の方は、薬品、機械製造会社などもある混合型の工業区で、大連市に早くからある IT 企業はここに立地している。 1990年代後半に入り、大連ハイテクゾーンのある成功街に、大連ソフトウェアパークが、1998年に設立されている。ここは三方が山に囲まれ、一方が海に囲まれた起伏に富んだところで、大連理工大学、東北在京大学などがある、学園研究地区である。このプロジェクトは私企業が出資して、奥立集団のグループ会社に、 土地の整備、建物の建設、管理、人材の育成、国内、海外への宣伝、誘致を任せたもので、こうした事業は中国では、通常政府系の管理委員会は行うので、初めての試みと言われている。発足と、ほぼ同時に、東南グループが入園し、また園内に、東南集団と大連ソフトウェアパークとの共同出資で、中国でも、 当時珍しい私立の東北大学東南城法大学が設立されて IT 専門家の教育も始まった。日本企業としてはアルパイン、松下通信などが早くから入園して、また日本企業から中国企業へ IT 業務アウトソーシング及び一般業務アウトソーシングが来ている。そして十一世紀に入ると欧米企業 IBM、 HP、SAP などが、特にその日本市会社のソフトウェア開発、情報サービスのアウトソーシングをはじめ、現在は、欧米の業務も増やしており、また、大連を日本語、韓国語、英語、中国語、関東語も含めた東アジアのセンターとする企業も出るなど、国際化の真っただ中にある。2008年7月現在、大連ソフトウェアパークには、 合計401社があり、うちである。こうして、インドのバンガロールに習って、ここを中国のバンガロールにするのを目標として、別名、中国北方の緑のシリコンバレーとも呼ばれている。2006年の調べで、大連ソフトウェアパークの業務はになっている。人材的には、アプリケーションソフト開発は、大学の理工系卒業生が主で、さらにハードウェアや、 通信の知識を大学でも教えて、組み込みソフトの専攻生も出ている。また、一般業務は、文科系学部の卒業生、高卒、中卒が従事しているが、個人情報管理の面で、大連子ソフトウェア協会が、日本情報処理開発協会との協力で作った、中国版プライバシーマーク PIPA を取得している企業も、多い。更新技術園区には、 アニメーションコリドアができていて、専門学校、大学でアニメーション、動画、漫画、ビデオゲームで専攻した人たちの活躍も増えている。こうして、大連ソフトウェアパークでの業務は、理工系の人たち、文科系の人たち、芸術系の人たちを含む範囲に拡大して、様々な分野の市民が従事できる重要な産業に育ってきていると言える。大連市は、 中国の東北地区の最南端にあり、冬は寒い地区であるが、三方を海に囲まれて、東北地区では比較的温和で、空気もきれいなところと言われている。航空便は国内の主要都市へは、もちろん、韓国、日本へも便利で、特に日本へは9つの都市へ直通便があり、中国では北京、上海は別として、 こうした多くの直通便のある都市はなく、東京大連は2時間半で近くに感じる。大連は人口600万弱の中国では中級都市であるが、東北地区で最も発展した都市で、東北三省の最も優秀な人たちが就職を目指すところと言われている。IT 人材は大連を呼び、東北地区の理工系大学から来ている。大連では、 大連理工大学、大連交通大学、大連海事大学、パーク内の東南新域学院などである。大連理工大学と大連交通大学は、これまでの理工系学部に加えて、最近ソフトウェア学部を設けていて、また、大連外国語学院の南県学院では3年間日本語を主に学び、あとの2年は IT を主に学ぶような複合教育を始めている。 東北地区の多都市では、遼寧省、新陽市の東北大学、吉林省、長春市の吉林大学、国立高省、ハルビン市のハルビン工業大学などがある。文科系大学では、大連の大連外国語大学、東北在京大学などがある。英語人材は、中国の大学では大多数が英語を第一、外国語として学ぶので、そうした人材は多いが、 インドと比べると英語を実用化しているわけではいないので差は大きい。ただし開発区にインテルの工場が計画され、また米国系 IT 企業が日本語を中心とした業務に英語を中心とした業務を増加しているので英語圏への留学帰国組も相まって急速に改善の兆しが見られる。フランス語人材は 大連外国語大学、両年師範大学、フランス語圏への留学帰国組などからである。日本語人材については、下記の理由から、大連氏は特に豊富と言われている。このため日系や中国系の IT 企業は元より、欧米系の IT 企業も現在はほぼ日本の業務を行っている。日本語人材の豊富な一員に、東北地区の朝鮮族の存在がある。 中国の56民族の一つである朝鮮族は中国全体で200から300万人いると言われて大部分は東北地区に住んでいる。家庭では朝鮮語を話し、小中学校は朝鮮語の学校に行き、第一外国語は朝鮮語に文章構造が似ている。日本語を選ぶ人が多い。日本へ留学あるいは働きに行って帰った人も多く、大連地区における。 日本語人材の25%くらいは朝鮮族の人たちであると言われている。中国東北部で話されている朝鮮語は北朝鮮の言葉に近いと言われているがビジネス用語、外来語の習得など多少の訓練を行うことで韓国語の IT サービス提供にも問題がないと言われる。国の外国企業に対する優遇政策には二面三言があるがこれは WTO の規則に従って2008年を記念として5年間でなくなり国内、国外企業は一律25%で課税されるがハイテク企業に対しては課税率を15%とする優遇策が残ると言われているこの他大連市独自の優遇政策は3つに集約される大連市ハイテクゾーン管理委員会は2008年11月に 東京、新宿住友ビルに、大連ソフトウェアパークを開設して、大連市の IT 関連企業が事務所を作れるようにし、大連ソフトウェアパークも東京事務所を開設している。空港、人民路のホテル街、大連駅から、いずれもタクシーで20分。大連の IT 産業は、人材の供給が増えているので、今後5年、10年は、拡大を続けるだろうという多数意見と、 いずれは求めている人材に限りが来るので拡大が減速するだろうという少数意見がある。また、IT 用業務では、中流工程だけでなく、上流工程に参加させたい、したいという希望もあり、BP 用については大連は、その経験をもとにより付加価値の高い業務に移行できる、したいということも言われている。大連ソフトウェアパークは、大連市内の高所への拡張。 および、中国の他都市への進出という形で進行している。大連アセンダス IT パーク大連ソフトウェアパークの完成が近づき、2003年6月に、大連市は、旅順南路ソフトウェア産業体構想を発表し、旅順南路の小平島と呼ばれる地域から西へ、高低村までを含め、また、大連ソフトウェアパーク2基の開き匠式を行った。2基の東区は、 シンガポールのアセンダス社と大連ソフトウェアパークの合弁で大連アセンダス IT パークが2007年9月に開業式を終えている。西区は香港の随安集団に属するシュイオンランドとの合弁で大連天地ソフトウェアパークとして2007年9月に開け公式を終えて2010年に建物が完成予定。大連市内では 州水市国際空港から旅順北路に沿って10キロ西へ大東溝と呼ばれるところに大連国際業務アウトソーシング基地を作る予定が2007年6月に発表されている。大連ソフトウェアパークは今までの経験をもとに各地の更新技術園区管理委員会と協力して次の3都市への進出が決まっている。その他、 数都市への進出が予定されている。DLSP が運営参照中国には、市レベル、小レベル、国レベルのソフトウェアパークは、全部で30カ所とも50カ所とも言われている。いわゆる国家レベルのソフトウェアパークは11カ所あり、上海、北京、大連、甲州、広州、西安、西都、などである。各都市の IT 関係企業の立地比較では、 各都市のコスト比較は様々な形で行われているが、いろいろな要素をインデックス化して、上海を1.0とすれば、北京はほぼ同じ、大連は0.7、西安、西都などの内陸都市は0.6くらいになるなどの分析もある。ありがとうございます。